違う。お兄様はそんなことで怒ったりしない。きっと。もう、お兄様のバカバカ、私のためにあんなことを。すまないみゆき、心配をかけて。暴れたって聞いて何事かと思ったら、シスコンお兄さんが大事な妹にちょっかいかけられて、いつものように怒り狂ってただけだったのね。妹のためにシスコン。そういう人、微妙に空気が変わったから、これでいいのか。